いくら ?654万7649円。これが全盛期俺。1日、ね、日給いくらこれ、日給。これ。日給いくらなんだろうね。30日で終わったらこれ。これが俺の全盛期だ。ちょうど去年の今頃だよ。ね。これが全盛期。そして、ね、現在、うん、ね、栄光と落日、ちょうど、ね、一年後の姿がこれ。2019年2月は650万なんでしょ。で、一年後はこれです。ね。もう終わりだよ、俺も。ね。どんだけ言ったんだよ、これ。去年はね、650万稼いだのに、24万って、どういうことだよ、これ。もう。サラリー、そう、サラリーマンの日給しか、サラリーマンの、給料しか稼げたの。600万から1日いくら、これ。30であったら。1万ないじゃん、これ。8000円ぐらい。7000円か、日給。日給7000円ぐらいレベルだよ。配信の会社そこまで変わってないんじゃない、うん、そこまで変わってないと思う。ステージを2名。あ、ムカつくな。今日もさ、放送開ける前にこれ配信準備ボタン押すじゃん。で、ステージ E がいたからさ、見たんだよ、ちょっと。そしたらよ、なんか変だよ。ここにトライアングルなんかさ、三角形のよ、なんかピアスつけた女とよ、楽しそうに話してましたよ。うん。お前調子こぐなよ、てめえ。政治てめえ、おい。こんにゃら。なあ。今だけだからな。俺みたいに一年後、落ちてるよ。あんた2021年の今頃、俺と一緒だから。政治さん。くそ。ふざけやがって。カバオくんに改名しろよ。な、アンパンマンに出てくるカバオくんじゃねえかてめえなんてよ、カバが。どこがいいんだあんなやつの。カバオくんのよ。あ。女の子と一緒に配信したいな。リスナーの女の子。どこが、ねえ、あんなやつ面白いんだよ。俺のが面白いじゃねえかよ。そんなもんよ。ほら、入院いつかわかんない。いや、俺結構イケメンじゃない?あんなさ、政治なんかより全然俺イケメンだと思うんだけど。全然、俺結構いいよね。うん、見てよこれ、かっこいいじゃん。俺結構自分で結構かっこいいと思うんだ。政治などが清潔感あんだよな。あの子の子ね、黒くてさ、なんかあのアフリカ人みたいな色しやがって、肌。日本人じゃないね、アフリカ人みたいな、カバみたいなさ、色しやがって、肌の。あ、うなちゃんマンもいてたの。そうだね。どうせあれだろう、また新宿から買ってきてる。車のやつじゃないの。はい。森吉太郎様のお携帯でお間違いないでしょうか。いや、
違いますね。森義行ですね、俺は。あ、森義行様です。吉太郎さん知らないですね。はい、吉太郎は。はい、あ、わからないですか。すみません。わからないです。すみません。はい。吉太郎だって、うん、まあそのうち終わりが来ると思うよ。あんな女頼みだよりの放送ばっかやって、俺みたいにこうやってね家でじっくり一人でできないんだ。